こんにちは。ストーンイーリス日チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストのなつきです。皆さん、今日もご視聴いただきありがとうございます。では最初にご報告も兼ねての募集ですが、この度11月11日宮崎に飛ぶことになりました。ゼウシを下ろす優香さん主催のアースファミリーフェスティバルに遊びに行くことになりました。淡木ヶ原森林公園という場所で、世界の先住民やシャーマンたちと異文化交流をするということですが、行かれる方いらっしゃいますでしょうか？私は九州初上陸なんですが、せっかくなので九州の方と交流できたらいいなと思っています。一緒にフェスに参加したいという方がいましたら、ぜひ一緒に遊びましょう。ということで、ネットショップかオフィシャルサイトのお問い合わせからご連絡ください。人数は限られますが、募集させていただきます。はい、では本題に入りますが、先日白鳥哲監督の祈り、サムシンググレートとの対話という映画を見ました。いろいろ思うところがありましたが、その中でも特に皆さんに伝えたいことがあります。2011年に起こった 3.11 のことです。この撮影をしていた時がちょうど 3.11 の時で、取材中何度も大きな揺れがあって、その様子も映ってるんですが、この祈りに出演している筑波大学名誉教授の村上和夫博士は、この天災は天からの悲痛なるメッセージと捉えているようでした。で、21世紀の最大の問題は環境問題で、それも待ったなしの状態だと。しかし、日本の環境問題に関する技術や地震研究は世界トップレベルなんだそうです。にもかかわらず 3.11 は起きてしまいました。トップレベルの技術を持っていても、この規模の地震は予測できなかった。つまり、地球についてはまだほとんど解明されていない。そして、いかに地球がすごいものなのかということを私たちは思い知らされたということです。それと同時に、水が出ること、電気がつくことがどれだけありがたいことかということも痛感しました。今まで当たり前だと思っていたことが、実は当たり前ではないということを、この天才から教えられたわけです。そして村上博士は、この地震でたくさんの犠牲者が出たということは、日本人よ、もっと謙虚になりなさいという自然界からのメッセージではないかと受け取ったそうです。この教訓を生かさないと、犠牲になった人たちに申し訳ないと言っていました。本当ならこれが教訓となり学びとなっていくわけですが、私たちは太陽や自然界に生かされているということをすぐに忘れ、また動植物を傷つけ、未だに環境破壊を続けています。で、ある海外の学者が言っていました。私たちが理解しなければいけないのは、ほとんどの自然災害は人間が引き起こしているということ。つまり、持続性もない、再生もできないエネルギーや化石燃料を使い、私たちは生態系を破壊し続けているということです。地球の呼吸器である森林を伐採して気候変動が起こっている。そのため大気の状態が変わり、様々な自然災害を引き起こしていると。このように自然災害は人間の集団的な行動が原因だと訴えていました。そして、私たちが正しい想像力を発揮できたなら、事前に防ぐことができたはずだと。だからこれ以上生態系を壊してはいけない。そして地球を修復することが大切だとも言っていました。で、もし人間があと10年生き延びることができたら、地球を治癒することができるかもしれないそうです。どうやって治癒するかというと、生態系や生物圏を元に戻すことです。私たちは人間も生態系の一部であるということをすっかり忘れて、人間が一番偉いと勘違いしています。なので、私たちは人間も生態系の一部である、ここを思い出して、自然や動植物と共存していく必要があると思います。それがどういうことなのか、今の自分に何ができるのかは、それぞれの立場で考えてみてください。で、この話にちなんで、皆さんにぜひ紹介したい動画があります。交流会のメンバーさんが教えてくれたんですが、新しい地球にとって、
とても大事な話だなと思ったのでシェアさせていただきます。これはエネルギー利権を脅かす話なので削除される可能性もあるということで早めにご覧ください。これは佐藤光郎さんの YouTube チャンネルからですが、水と空気で石油を作ってしまった日本人という話です。日本が世界を変える夢の技術を開発したというお話ですが、もうこれは自然の循環から作られるコストがかからないフリーエネルギーの世界ではないかなと思いました。まさに持続可能な再現性のあるエネルギーのお話です。特殊な技術を使って水と空気から簡単に石油を作ることができるので、なんと1リッターあたりたったの10円から14円という価格で提供できるんだそうです。しかし皆さんもご存知の通り、世の中ほとんどのものが石油でできています。つまり恐ろしく利権がうごめく世界ということです。ということはこれが表に出ると都合が悪い人たちがたくさんいるわけです。これまでも何人もの方たちが利権をめぐって潰されてきました。今回もそういった類の話になるので、潰される前に私たちで大きく広めていく必要があります。この動画を見てこれは素晴らしい技術だと賛同する方はぜひ SNS で拡散してください。これからあらゆる分野で新しい地球にふさわしい技術がどんどん表に出てきます。これもその一つだと思うので、みんなで守っていきましょう。あと白鳥哲監督のラストホープも大阪で上映が始まりました。この映画だけあっという間に満席になっているようですが、この映画もどんどん拡散して真実を広めていきましょう。では後半は並木義和さんの洞爺湖のワークショップの話になります。2025年7月の話をしているということで、気になって録画を購入させていただきました。ゆりえさんとほぼ同じことを言っているという情報が入ったので急遽購入しましたが、確かに被るところがたくさんあってちょっと身震いしちゃいましたね。これは本当か嘘か、当たるか当たらないかという話ではなく、皆さん今一番色濃く見えているタイムラインの話をしているだけなんですよね。なので今いるタイムラインをこのまま進んでいくと、2025年7月世界は大洪水に見舞われちゃうよという話です。だからこのタイムラインを変えるために今大勢の人たちが一斉に警告をしているわけなんですね。まあ正確には私たちの意識を変えるために何年も前から発信してくれていましたが、いよいよ警告に変わってきている気がします。私たちは2022年から25年まで大激動の4年間を過ごしますが、当然最後の2025年に大激動のピークを迎えることになります。で、このピークが過ぎた後、2026年から2028年までの2年間立て直しが始まります。で、立て直すということはその前に崩壊するということですよね。で、並木さんはあまり具体的に話すと怖がる人もいるので詳しく言わなかったそうですが、2025年はどうしても大きな事柄が起きることになると言っていました。で、やはり並木さんも7月と言っていますが、太古の昔から仕掛けられていた仕掛けのようなものがあるんだそうです。これは前回の動画でお伝えしたゆりえさんが言っていた聖書の呪いと一致するのかなとも思いました。まあ細かいことは突っ込まないでほしいんですが、とにかく何百年何千年も前から仕掛けられていたようです。ちなみに地下にも仕掛けられているし、宇宙に仕掛けられているものもあるようです。実はこれまでも同じような仕掛けがいくつかあったようですが、宇宙連合が私たちが知らないところでそれを取り除いたり無効化したりしていたそうです。じゃあなぜこのような仕掛けがあるのかというと、これまで地球はもちろんのこと、この銀河系自体が支配されていた歴史があるからなんです。この支配された歴史の流れの中にあるのが、この2025年の7月に仕掛けられたものです。で、並木さん曰く2025年の7月にこの仕掛けがパカンと開いて、そこでドンと大きな事柄が起きるということらしいです。まあ、つまり今いるタイムラインの流れの中にそれが仕掛けてあるということですね。
で気持ち悪いのが日付まで具体的に25か5と降りてきていることなんだそうです。まあ、つまりこのタイムラインがかなり色濃いという意味です。まあ、とにかくこのタイムラインが変えられなければ残念ながらどうしても被害が大きくなってしまうようです。だからこの大災難が起きないようタイムラインを変える情報や知識を多くの人たちが伝えてくれているんですね。で、こういった情報を流すと未だに恐怖や不安を煽っているという人がいますが、もうそういう次元の話ではないんですね。いかに多くの方に耳を傾けてもらい、意識を変えてもらえるかの正念場を私たちは迎えているわけなので、まあ、私もですが、皆さんあの手この手を使って多くの人に届けようと頑張っているわけなんです。まあ、並木さんも言っていましたが、やはりここまでしっかりと内容を伝えないと、みんななかなか真剣に捉えないし、本気で向き合いませんよね。私たちの意識やあり方が変わらないと、タイムラインは変えられません。個人のパラレルは簡単に変えられるけど、地球全体、世界全体のタイムラインを変えるということは簡単ではないそうです。だからこれまでもタイムラインを変えられず、私たちは戦争や自然災害を順当に体験してきました。とはいえ、まあ、宇宙の高い視点から見たら、それも人類にとって必要な体験だったので、決して無駄な体験をしたわけではありません。ただ、痛みや苦しみを経験しながら成長していくというあり方を、もう終えるタイミングを私たちは迎えています。ドラマや映画でも、苦しみや困難を乗り越えた先に幸せがあるという話が多いですが、もうそういう時代は終わったんです。ちなみに今日本は海に囲まれていますが、遠い昔はレムリア大陸の一部でした。日本はレムリア大陸の最西端にあったそうですが、その大きな大陸を飲み込むくらいのことが起きて、レムリア大陸は海の底に沈みました。だからこれは夢物語でも何でもなく、実際に過去に起きたことなんです。2025年7月、それと同じぐらいの出来事が起きようとしています。バシャールも言っていましたが、私たちはレムリア大陸が沈んだタイミングと同じ時期を今生きています。並木さん曰く、レムリアの時も同じようにこれから大陸が沈むという話が伝えられて、最初はみんな真剣に耳を傾けて統合したり盛り上がっていたようですが、途中からああだこうだと言い訳めいたことが始まって、最終的にはそんなことは起きないよね、大丈夫だよねとみんなぬるま湯に浸かっていき、結局レムリアはごう音とともに沈んでいったそうです。この時は沈んでしまいましたが、私たちはこのリベンジをするために今地球に生まれてきています。そして私たちは今あの時と同じようにこうして目覚めの話を聞いているわけなんですね。また同じことを繰り返さないためにも今この時期がとても重要なんです。それが2023年の冬至までのあと2ヶ月間にかかっているわけですが、まあ最悪来年の春分がタイムリミットだと並木さんは言っていました。まあこの期間どれだけ私たちが意識を変えられるか、ここにかかっています。ちなみに祈りの映画でも言っていましたが、私たちの意識の影響は絶大です。しかし残念ながらまだまだ私たちの本気度が全然足りていないので、まあ、こういった話を伝え続けています。しかし2025年、この大災難が起きたとしても世界や日本が終わることはありません。まあ、これは前にも聞いていますが、人口は大激減するでしょうねと言っていました。全人口の3分の2が残れば御の字、半分かもしれないし3分の1になるかもしれないという話です。で、またこんな話をすると不安や恐怖を感じる人がいると思いますが、これは今最大限重要なことだからこそ、あえてバッシングを覚悟して口にしているんですと並木さんは言っていました。まあそれくらい状況は差し迫っているということです。まだまだ大事な話はありますが、続きは次回お届けします。まあ、とにかく今最も重要なことは、私たちが変わること、考え方や行動を変えることが極めて重要だと、
まあ、祈りの映画の中でも言われています。多くの人間が意識を変えればタイムラインを変えられます。それくらい私たちの意識のパワーは絶大なので、まだまだ諦めず伝えていこうと思います。はい、ということで今回は以上となります。今回の話が役に立ったという方は、チャンネル登録、いいねボタン、コメントもよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。